ドイツ民主共和国、通称東ドイツ、または東独は第二次世界大戦後の1949年にドイツのソ連占領地域に建国された国家。旧ドイツ国西部から南部にかけてのアメリカイギリスフランス占領地域に建国されたドイツ連邦共和国とともにドイツを二分した分断国家の一つ。1990年。 ドイツ連邦共和国に領土を編入される形で消滅した。ドイツ民主共和国は社会主義国を標榜していた。政治体制はソ連型社会主義で典型的な一党制ではなく反ファシズムを最大公約とした複数政党による議会制民主主義国の形態をとっていたが、実際はドイツ社会主義統一党が下等政治政党として指導権を有していた。 SED 以外に4つの政党が存在を許されていたが衛星政党としての性格が強かった。多数のソビエト連邦軍が駐屯する冷戦の最前線でもあり、政治的、軍事的にはソ連の衛星国であった。経済では第二次世界大戦の被害とソ連による賠償の取り立てを乗り越え、1970年代までは中央、 東ヨーロッパの社会主義諸国の中で最も発展していた。一般家庭への自家用車の普及は進まず、常用された電化製品も西側のものに比べ旧式であったが、テレビでは多数の CM が流されるなど、共産圏では異例の消費社会に到達できた生活水準を実現したと言われる。そういったこともあって、優等生、東欧の日本とも呼ばれていた。 西側への流出で深刻になった労働力不足を補うという側面もあったものの、女性の社会進出も進んでおり、人民議会議員の3人に1人、校長は5人に1人、教師は4人に3人、市長は5人に1人の割合が女性で占められていた。しかし、秘密警察である国家保安省による国民の監視が徹底され、言論や表現の自由は制限されていた。 シタージは職場や家庭内に非公式協力者を配置し、相互監視の網を張り巡らせた。また、一定期間無職でいると逮捕され、職種選択権がない強制労働が課せられた。1970年代以降は公共投資が進み、日本企業も積極的に進出し、社会主義のショーウィンドウであった東ベルリンには高層ビルも建築され、生活水準もある。 程度上昇していたが、西ドイツには大きく、水を開けられ、消費資材などの供給が少なく、重化学工業生産が優先されていた。例えば、自動車は、申し込んでから7から8年以上待たないと、納車されなかった上に、一部ソ連車などを除き輸入車は、事実上入手が不可能であった。一方、経済成長に変更しすぎたため、 深刻な環境問題などを引き起こすことになった。1980年代には裁判において陪審員制度も導入され、体制への不満に対するガス抜きとしての役割を果たしていた。また国家人民軍における徴兵制導入後すぐに兵役拒否者が続出したため、西ドイツに人権尊重の面で負けていないことを国際的にアピールするために、 良心的兵役拒否が法的に認められ、代替役務が制度化されていた。1987年には死刑を廃止した。第二次世界大戦での敗戦とそれに伴うドイツ国の滅亡により、ドイツは米、英、仏その4カ国による占領下に置かれた。しかし、戦後の冷戦構造が固定化されていく中で、この4カ国の協調は、 早々に困難になっていった。1948年より行われた、米、英フッツの占領地域による通貨改革を皮切りに、政経両面における分断国家形成の動きが見られ、ソ連側もベルリン封鎖で対抗し、東西ドイツ分断は決定的となった。1949年9月のドイツ連邦共和国建国を受け、翌10月に、 ドイツ民主共和国の建国が宣言された。名目上は複数政党制が取られたが、実際はドイツ社会主義統一党の一党、独裁であり、計画経済の下で1951年より第一次五可年計画が開始された。計画実施のために中央集権化が図られ、連邦制に基づく州は廃止され、14の県へと再編された。 1953年3月、ソ連のヨシフ・スターリンが死去したことは、東ドイツ指導部を動揺させた。また、抑圧的な政府の姿勢に反発して、東ベルリン労働者のデモが起こり、これを契機として、東ドイツ各地で市民が、反訴暴動を起こしたが、ソ連軍の介入によって弾圧され、6000人以上が、逮捕された。無謀な計画経済。 農業集団化は東ドイツ経済を麻痺させていった。祖国の将来に失望した人々は唯一教会が開かれていたベルリンを経由して西側へ逃亡していった。こうして青年層、知識人、熟練労働者などの流出が深刻化したため政府は1961年8月に西ベルリンとの教会を完全に封鎖、この教会にはやがて ベルリンの壁と呼ばれる壁が建設され、東西冷戦の象徴となった。こうして労働力の流出を強制的に防いだこともあって、経済は発展し、1960年代から1970年代初頭にかけて社会主義の優等生と呼ばれるまでに成長。1972年には西ドイツと東西ドイツ基本条約を締結し、国交を樹立した。しかし、 1973年のオイルショックなどによって、東側諸国全体の経済が停滞する中、エーリッヒホーネッカー政権下の政治、経済も停滞、硬直化した。1980年代後半になると、西ドイツとの格差が開く一方になり、国民の不満が高まり始めた。こうした中で1989年5月に行われた地方自治体選挙での開票不正が、 明らかになり、国民は政府への不信感をさらに強めていった。さらに一連の東欧革命により、他の中東欧の共産主義国が次々と民主化すると、オーストリアとの国境を解放したハンガリーなどを経由して国民が西ドイツへ大量脱出した。10月9日のライプツヒでの反政府運動、月曜デモに際して、当局は武力弾圧を回避し、 直後にホーネッカーは失脚した。日々高まる国民の民主化要求に、東ドイツ政府は抗えなくなり、ついに11月9日、ベルリンの壁の解放に踏み切らざるを得なくなった。翌1990年には、初めての自由選挙で西ドイツとの統一を主張する勢力が勝利を収め、7月には、通過統合、そして10月3日には西ドイツに併合される形で、 東ドイツは消滅し、ドイツは41年ぶりに再統一された。東ドイツは、1948年10月に、ドイツ民主共和国憲法を、起草、1949年10月7日に、建国した。第2次ドイツ人民議会が、暫定的な人民議会として成立し、オットー・グローテー・ボールが、首相として、政府創設の任に当たった。十月十一日、 グローテボールの同僚である SED 議長のビルヘルム・ピークが東ドイツ大統領に選出された。東ドイツは現実社会主義の人民共和国であったが SED だけでなく自民党やキリスト教民主同盟のような中道右派政党の活動も許されていた。ただし、セディや民主農民党、自民党、国家民主党は衛生政党として SED と共に 国民戦線を組んでいた。公式的には閣僚評議会が東ドイツの政府であったが、実際には SED 中央委員会政治局が権力の中枢であった。バルター・ウルブリヒトは政治局のメンバーであり、1950年以降は SED 中央委員会の初期長となった。さらにドイツ中流ソ連軍の総司令部陸軍。 大将であったワシーリー・チュイコフのソ連管理委員会は強い権力を持っていた。ソ連政府は1954年3月25日にソ連は他の主権国家と同様に東ドイツとも平等な関係を望んでいると説明したが東ドイツの主権は制限されたままであった。社会主義のハンス・ウルリッヒ・ベーラーは当時の東ドイツは ソ連帝国の西部戦線のサトラップであったとしている。人民議会の最初の選挙は、1950年10月15日に決まり、統一名簿に基づいて行われた。憲法発行後1年以上経って、期日とその選挙方法がやっと決まったことに対して、セディや LDPD の中道右派の政治家たちは反発したが、代わりに新政府での高い職位を得ることで決着した。 LDPD 党首のハンス・ロフホは財務大臣に、セディ党首の夫を主けは副首相に、その党友であるゲオルク・デルティンガーは外務大臣になった。彼らの在任中、東ドイツの外交政策で重要だったのは2つある。1950年7月6日、ポーランド人民共和国とゲルリッツ協定を結んで、オーデルナイス戦を国境戦として確定したこと。 1950年9月29日、経済総合援助会議に加盟したことである。東ドイツは、西ドイツと同様に、旧ドイツ国の正当な継承国であることであると主張していた。当初は、東側の憲法も民主的であることが強調され、東西ドイツが強調する可能性が模索されたが失敗した。非武装中立国として、 ドイツを独立させることを提唱したスターリンノートに対し西側諸国が全ドイツでの自由選挙による独立を最低条件としたことで折り合いがつかなかったように双方にとって納得できない提案を双方が押し付けあったためである。その後、ヨシフ・スターリンは1952年7月にウルブリヒトを中心とした SED 指導部に社会主義建設のための全権を与えた。 経済では工業産業の国有化が進められ、農業においては農協をモデルとした集団農場が商用された。また、すべての敵対者、特に教会に対して政治的な弾圧が加えられた。1952年5月に遮断されていたドイツ国内国境では外中駆除作戦が実行され、逃亡の可能性があると疑われた国境付近の住民が 強制的に移住させられた。1953年3月にスターリンが死去した後、ソ連指導部は方針転換し、強制的な社会主義化と政治的弾圧をやめるようになった。SED はこの方針に従ったが、ノルマを達成しない労働者の賃金をカットする労働規範は撤回しなかったことで、東ベルリンで抗議デモが起こり、 それが発展して1953年6月17日に東ベルリン暴動が起こった。東ドイツ国内に駐留していたソ連軍による鎮圧によって少なくとも55人が死亡した。ソ連は東ドイツへの賠償請求を放棄し、東ドイツ国内にあったソ連法人を国営企業へと変えるなどして財政援助を行った。このことによって物資不足は緩和され、 かなり国内で疑問視されていたウルブリヒト政権下の SED 体制も安定するようになった。1956年11月のハンガリー動乱でソ連軍が鎮圧に当たった際には数千人の死者が出ただけでなくさらに2000人以上が処刑された。これに応じて東ドイツでも体制批判的な学生や学者に対して新たに弾圧が行われた。1959年 SED は社会主義建設のための第二段階を実行するようになった。まず SED はあらゆる手段を使って1960年の第一四半期に農業面積の約40%を自発的な加入によって農協の所有物にし農産物の90%を集団農場で作ることの必要性を喚起した。そのことによって難民の数は 飛躍的に増大し、四万七千四百三十三人が1 9 6一年八月初めに東ドイツから逃亡した。ベルリンの壁多数の国民の海外流出、特に比較的高い教育を受けた若者たちの逃亡は、東ドイツの存在そのものを脅かした。これに対応するため、1 9 6一年八月十二日と十三日の夜に人民軍、 人民警察、労働者階級戦闘団は、ソ連指導部の後ろ盾もあって、西ベルリンの周囲を有志鉄線と武力で封鎖し始めた。東西冷戦の象徴となったベルリンの壁建設の始まりである。壁、地雷、原、自動発射装置が大規模に設置され、国境警備兵には逃亡者に対する射殺命令が下された。ベルリンの壁は、 反ファシズム防壁というプロパガンダで呼ばれた。この防御システムを切り抜けようとした数百の難民が東西ドイツ国境で殺された。東ドイツで行われた人権侵害は西ドイツのザルツギッターにある国家司法局中央記録センターで記録された。壁の建設が始まってから2ヶ月、SED 指導部は国外逃亡に失敗した反体制者を弾圧していたが、 このことに対して1961年10月にモスクワから警告を受けた。この頃のソ連は初期長、ニキータ・フルシチョフがヒスターリン化の第2段階を始めていた最中であった。東ベルリンでは個人崇拝に対する拒絶反応が起こり、スターリンの名が入った通り、広場、施設が解明された。反抗的な一部の住民に対する弾圧は行われなくなり、 政治的な宣伝活動と生活水準を上げる経済政策が始まった。国外に逃亡しようとしていた人々は、この新しい状況の中でやりくりし、仕事に打ち込んで、生活水準と出世可能性を可能な限り高める、よう模索するようになった。このような態度は、経済成長というポジティブな結果を生み、それによって物質的豊かさが改善され、 反体制的な意見はなくなり、指導部と国民との関係は徐々に冷静なものになった。バルター・ウルブリヒト1968年、プラハの春が起こると、再び弾圧の空気が生じた。東ドイツ国民は、自由を重視した改良社会主義を期待したが、ソ連の影響下にあったワルシャワ条約機構軍が、チェコスロバキア共産党、第一初期アレクサンデル・ドゥプチェクの改革モデルを、 軍事力で鎮圧すると、改革の機運はすぐに打ち砕かれることになった。それに対して、東ドイツの4つの町で主に若者たちによる小規模な抗議デモが行われたが、公安当局によって摘み取られた。シュタージは、1968年11月までに、この件に関する2000以上の敵対行為を確認している。なお、同年4月には、憲法が改正され、 ドイツ民主共和国は、ドイツ民族の社会主義国家である、労働社会級とマルクス・レーニン主義政党の指導の元に置かれると規定され、公式に社会主義国であると規定されている。モスクワからの東ドイツ指導部に出される要望には、依然として決定的な影響力があり、そのことは1970年に始まったウルブリヒトとホーネッカーの権力闘争にも見られる。 ホーネッカーは自分が東西ドイツの緊張緩和政策に関するソ連の要望を理解している政治家であるとアピールし、ウルブリヒトの経済政策を批判することで SED 政治局の支持を取り付けた。ウルブリヒトは成長産業や研究、工業の女性に関心を持っていたのに対し、ホーネッカーは個人消費向け産業の計画が遅れていたこと、 その生産量が減少していたことを問題にしていた。ブレジネフの協力で最終的に1971年4月にウルブリヒトを辞任させることになった。エイリッヒ・ホーネッカー・ウルブリヒトがホーネッカーの工作と健康上の理由により SED の第一初期と国防評議会議長の職から辞任した後、彼は1973年8月1日に死去した。 ホーネッカーはすでに1971年6月の党大会で方針転換を決定しており国民の物質的文化的な生活水準をさらに上げることを党の主要課題にした経済政策と社会政策の両立が中心的なスローガンになった重点が置かれたのは住宅建設と住宅環境の整備であった 予定では1990年までこの住宅問題は解決されることになっていた。女性の労働参加はワークシェアリングや産休期間の延長、保育所や幼稚園の拡充によって促進された。1976年まで最低賃金が400マルク、最低年金が200マルクのまま変わらなかったとはいえ、冷蔵庫やテレビなどの電化製品に代表される 家庭向け製品に生産が集中したことで、東ドイツの生活環境は大きく変わり、豊かさへの期待も膨らんでいった。経済と消費の刺激が可能だったのは、西側からの対外債務を増大させたことも大きい。1971年12月にホーネッカーは、文化政策でも一時的に自由化する傾向を見せたが、1970年半ばから徐々に硬直していった。 もし社会主義が格好たる地位を築いているということを前提にするなら、私の考えでは芸術にも文学にもタブーはありえない。もちろん、このことは内容の問題にもスタイルの問題にも当てはまるし、一言で言えば何が芸術的な傑作かという問題にも当てはまる。対外関係において、ホーネッカーはウルブリヒトとの権力闘争を繰り広げていた時に主張したように、 ソ連との緊密な関係を構築する方針を取り、社会主義国家共同体の中に着実と根を下ろすことを約束した。ソ連との関係は、1974年の公式見解によれば、実際、日常生活でソ連との友好関係が現れないような場所はないほどに成熟していた。1970年、西ドイツ首相のビリー・ブラントは、エアフルト書の会談を皮切りに、 新東方外交政策を打ち出し、東西ドイツの対話をもたらした。東西緊張緩和の背景には東ドイツが外貨を獲得しようとしたことも大きい。トランジット協定は東ドイツを通過する際の手続き簡略化を保障し、西ベルリンの交通路の状況を改善した。1972年には東西ドイツ基本条約が結ばれ、両国の首都に 大使館に相当する長中代表部を設置することが決まり、両国が平和的に共存するために、相互承認が行われた。それに基づき、1973年に、両国は国連に加盟した。東ドイツは、貿易相手国として、国際的に承認された1970年、ライプツヒのプロパガンダポスター1975年、ヘルシンキ宣言署名により、 確かに東ドイツ指導部は外交的な評価を受けたが、しかし人権に関する国際的な要求にも対処しなければならなかった。国連や全欧安全保障協力会議加盟国の立場からすれば東ドイツが出国申請を認めないのは監禁罪にあたるのではないかと非難した市民がいたが、その市民は1976年10月に逮捕され、 国家反逆戦動罪の判決を受け、1年後に西ドイツへの国外追放となった。西ドイツ政府は、1964年から1989年までの間に東ドイツ刑務所にいた33,753人の政治犯に対して、合計34億マルクの囚人釈放金を支払っていた。歴史家のシュテファン・ボレは、 この件に関して、絶対王政時代のヘッセンカッセル・ホ白フリード・リヒ2世の傭兵売買と全く同じであると見ている。他方で囚人になることで国外へ脱出してしまおうという運動も広がるようになり、ホーネッカーはそれを断固として阻止しようとし、SED の地方議会省機長に次のような指示を与えた。最近、西ドイツの報復主義的なグループが、いわゆる、 西ドイツの市民権運動を組織しようと躍起になっている。これらのグループには断固として反対すべきである。ヘルシンキ宣言や他の言い訳を持ち出して東ドイツ国籍を解消し西ドイツへの出国を申請する人すべてを当局は拒否する必要がある。ホーネッカーはそのような出国申請者を職場から解雇すること1977年4月の 警報改正の枠組みにおいて違法とすることを命令した。同様に1976年、ケルンでのコンサートで、ボルフ・ビーアマンは、東ドイツの幹部とその共産主義的な忠誠に対する思い切った批判を行ったことで、国外追放処分となった。もっとも、かねてより、ビーアマンの市民権剥奪は予定されており、その絶好の機会がたまたま来ただけであった。これによって、 コーネッカーの時代とともに始まった文化政策の開放は終了したことが鮮明になった。SED 上総部にとっては予見できなかったことであるが、この市民権剥奪に対しては、もちろん東ドイツの有名な作家たちの抗議活動も生じ、それは大きな共感を得るものだった。しかし、1976年11月17日に12名の作家たちが、 抗議文書を作成し、共同署名したが、1978年5月に行われた東ドイツ作家協会の第8回作家会議に出席したのはわずか2名であった。他の作家たちは出席許可を得なかったか、自分から諦めてしまった。東ドイツ国家の対外的な立場は、1970年代後半には難しいものになった。西ヨーロッパでは、 ソ連型の共産主義モデルとは距離を置き、自由と民主主義を擁護したユーロコミュニズムが台頭し、チェコスロバキアではヘルシンキ宣言遵守を求めた人権団体憲章77が設立され、1980年代になるとソ連のアフガン侵攻に対する国際的非難が高まり、1980年ポーランドでは独立自主管理労働組合連帯が結成された。 1979年の第二次オイルショックで東ドイツの不景気はさらに加速するようになった。経済的困難から抜け出せなかったソ連指導部は東ドイツへの優遇条件での石油供給量を年間1900万トンから1700万トンに減らした。それに対してホーネッカーは何度も抗議し、ブレジネフに200万トンの石油に東ドイツを不安定にし、 党と国家に対する国民の信頼を壊すほどの価値があるのかと問いただした。その間、東ドイツはソ連の石油をオーデル、ベーレン、リュッツケンドルフ、ロイナの石油生成所で加工しており、それらを西ヨーロッパの市場で販売して外貨を獲得していた。ホーネッカーの抗議に効果はなく、むしろソ連と共に苦労を分かち合おうという激励に応えるものであった。 そうしなければ完璧な社会主義共同体制の世界的立場が危ういものになってしまうからである。そのため東ドイツの財政は不安と絶望の袋工事になった。かつて東欧の優等生と言われた東ドイツは少しずつでも着実に改革を進めるポーランドやハンガリーの後人を配するようになった。東ドイツの党国家の指導部メンバーと ゴルバチョフラ外国の代表者。ベルリンのカール・マルクスイコール・アレイにある貴品用、観覧席東ベルリンのアレクサンダー・プラッツでも1990年の東ドイツ郵便局切手のうちの我々が国民が切手1982年に東ドイツは財政破綻の危機を迎えた。それを防いだのは1983年と1984年の2回に 渡る西ドイツからの何十億丸ルもの出資であったが、それにはアレクサンダー・シャルク・ゴロットコフスキーの尽力も大きかった。彼は外貨獲得を担当していた貿易調整部の所長であり、それと同時にシュタージの特務将校も兼任していた。彼は特に東ドイツの国境の規制緩和を約束することでバイエルン州首相のフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスを調停者として 味方につけることに成功した。それ以前にも第三次、シュミット内閣が、チューリッヒの偽装銀行を通じて三十億から五十億ドイツマルクを貸し出すかどうかを検討していた。しかし、高額な消費財を国民に提供することは満足にはできなかった。西側と同水準のカラーテレビや冷凍骨き冷蔵庫、全自動洗濯機は高かっただけでなく、長い待ち時間をも、 必要とした。全自動洗濯機の納品期間は3年近くかかり、トラバントは最低でも10年近く待たなければならなかったが、トップクラスと誇れるほどの質はないままだった。東西ドイツ間で結ばれた特別協定は、東ドイツ指導部に対するソ連の不信を解消させることにもなった。それゆえ、1987年にホーネッカーの西ドイツ訪問が、 初めて実現し、東ドイツの国際的承認の晴れ舞台となった。1985年に、ミハイル・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任して、ペレストロイカとグラスノスチで改革方針を打ち出し、ソビエト連邦内東側諸国で良好な関係に、ある党と国家に国内統治に対する自由裁量を認めていた。他の党諸国では自由化の動きが始まったが、 分断国家である東ドイツでは、社会主義のイデオロギーだけが、国家のよって立つアイデンティティであり、ポーランドやハンガリーのような政治の民主化や、経済の自由化は、東ドイツと西ドイツとの差異をなくし、ひいては、東ドイツという国家の存在意義の消滅を意味する、ことを、東ドイツの指導部は知っていたため、ゴルバチョフのモデルに従うことを彼らは強く拒絶した。東ドイツの反対派は、 ゴルバチョフの改革路線の受け入れを求めたが、ホーネッカー指導部は一部の反対派を逮捕交流して弾圧するだけであった。1987年4月にハンブルクの雑誌シュテルンに掲載された対談でペレストロイカへの見解を求められた社会主義統一党政治局員で文化科学担当初期クルトハーガーは我が国ではすでに改革は進んでいる。 隣人が壁紙を張り替えたからといって、同じことをする必要はないと答えた。1988年9月、モスクワでのゴルバチョフとホーネッカーの会談では、お互いに辛辣に日に来るほどになり、一致点が見出せないほどであった。そして11月18日、東ドイツはグラスノスチを伝えるソ連の雑誌、スプートニクに対する郵便、新聞管轄局の認可を取り消したが、 これは事実上の発禁処分であることを意味した。その理由を東ドイツ当局は独ソ友好関係の強化に貢献するどころか歴史を歪曲するものと説明していた。この発禁された雑誌スプートニック10月号は1939年8月の独ソ不可侵条約の締結時に交わした秘密付属議定書の内容に触れており、当時のナチスドイツとソ連との間で 利益領域の分割を規定したことに言及したものであった。この秘密付属議定書は当時グラスのシチの動きの中で8月にモスクワで公表されたものであった。これには東ドイツ国内の知識人の不満を一気に高めることとなり、政権内でさえこの措置に賛成する者は少数でヒトラーファシズムに対する反ファシストの英雄的闘争を抽象するものという説明に、 長年の社会主義統一党員からも党幹部に憤慨を募らせていた。1989年1月20日にアメリカ大統領に就任したジョージ・ブッシュは5月2日に世界秩序へのソ連の復帰を歓迎するとしてソ連のペレストロイカ政策と軍縮と地域紛争からの撤退を目指す新思考外交を評価しそれまでの対ソ封じ込め政策の転換を発表した。 7月には、ワルシャワ条約機構が、ソ連の東欧への軍事介入を正当化してきた、ブレジネフドクトリンを放棄するコミュニケを採択した。そしてこの頃、ソ連外務省は、東ドイツの行く末に非観論が強まっていた。1988年に、ソ連外務省は文章をまとめていた。それは、ドイツ統一の3つのシナリオで、この後の東ドイツについて、 三つの可能性について、討議したものであった。第一は、共存で、東西ドイツが、これまで通りの関係で進むことだがソ連は、東ドイツが、経済復興しない限り不可能と断定した。第二は、九州で、西ドイツが東ドイツを吸収して、北、大西洋条約機構に入ることになり、ソ連には不利で絶対に避けたい。第三は、中立で、 西ドイツが NATO を脱退し、東ドイツがワルシャワ条約機構を脱退して、中立の統一ドイツとなることで、ソ連にとって最善の策であるとした。翌1989年秋に、ゴルバチョフが東ドイツを訪問する直前に、会議の席で、諸君、我々は、社会主義の友人を一つ失うことが明らかとなった。と述べて、ホーネッカーを、そして、 東ドイツを見限ることを明らかにした。この時、ゴルバチョフの補佐官として会議に同席していたゲオルギー・シャフナザーロフは、後に、このゴルバチョフの発言には誰もが賛成であった。と語っている。このことは、東ドイツ国民には理解されず、ますます反感を買うようになった。抗議は、主に1980年以降に成立した平和運動の中に見られる。 これらの平和運動は地域で集まった小さなグループからなり環境の大切さと第三世界の重要性を訴えた。そのグループのいくつかには教会の支援と説得もあった。1989年5月に行われた地方自治体選挙の結果が改ざんされたことが明らかになるとそれに対する抗議が行われ、それが SED への不満を一層明確に可視化させ、 多様な公民権運動へとつながった。SED にとってより重大だったのは民主化を進めていたハンガリー政府が1989年5月2日にオーストリア国境の鉄条網の撤去に着手したことにより鉄のカーテンがほころんだことであった。これを見た多くの東ドイツ市民がチェコスロバキア経由でハンガリーへ出国し大量国外脱出が始まった。 ハンガリー政府は1989年8月19日には非公式ながら東ドイツ国民のオーストリアへの出国を許可し、さらには9月11日には正式に東ドイツ国民にオーストリアへの出国を許可した。これを受けて10月3日、東ドイツ政府はチェコスロバキアとの国境を閉鎖して市民の流出を止めようとしたが国外へ逃げることができなくなった市民たちは、 その不満を体制批判へと転化するようになっていった。定期的に開催された月曜デモで公民権運動で改革を目指した抗議が行われた。東ベルリンで10月7日に建国40周年記念祝典が行われていたので、デモは治安部隊によって解散させられていたが、2日後に大規模抗議デモが大ツヒで起こると、東ドイツの平和革命が爆発した。 ホーネッカーはデモを武力で鎮圧しようとしたが、結局失敗した。また、建国40周年記念祝典出席のために、東ドイツを訪れたゴルバチョフは、改革を行わないホーネッカーに対して明らかに不満げな態度をとり、SED の党内からも、批判やホーネッカー卸ろしの動きが強まり始めた。こうして、10月17日の政治局会議で、ホーネッカーの解任動議が可決され、 10月18日に、ホーネッカーは退任した。公認のエゴン・クレンツ初期長と SED の新指導部は国民との対話を提案したが国家と党の体制崩壊を引き止めることはできなかった。1989年11月9日の夜、SED 政治局員ギュンター・シャボフスキーが西側への出国許可が死体なく降りると誤って発表すると、ベルリンの壁に市民が殺到し、 壁は崩壊した。壁崩壊の直前に総辞職したビリー・シュトフ政権に、代わって成立したハンス・モドロー政権は、円卓会議で国民との対話を行い、政治の民主化、シュタージの解体を進め、12月には、SED の国家に対する指導権を規定した、憲法第一条の規定を削除した。しかし、壁が崩壊した後も出国者は1日2000人を超え、 東ドイツマルクも暴落し、もともと疲弊していた東ドイツ経済は崩壊していった。月曜デモの参加者のスローガンは、かつて国家権力を挑発するときに使った、我々が国民だ。から、西ドイツとの再統一を訴える、我々は一つの国民だ。に変わっていった。西ドイツのキリスト教民主同盟の支援を受けた。 ドイツのための連立が1990年3月18日の自由選挙で勝利すると再統一への方針が決まった。初の自由選挙で就任したロタール・デメジエールの連立政権は第3次ヘルムート・コール内閣からの支援を受け西ドイツ基本法第23条に基づいて東ドイツをドイツ連邦共和国へと加盟させることを決定した。通貨、経済、 社会の統合措置を1990年7月1日に施行し、8月31日には統一条約に調印、9月12日に第二次世界大戦戦勝国との2プラス4条約に調印した後、東ドイツは1990年10月3日にドイツ連邦共和国へと吸収された。人民議会が置かれた東ベルリンの共和国宮殿。 1977年人民議会の議場、ビリー・シュトフ内閣の閣僚たちドイツ民主共和国は典型的なソ連型社会主義による一党、独裁型の政治体制をとっていた。国会にあたる人民議会があり、そこから選出される国家評議会議長が国家元首であった。また内閣に相当する機関として閣僚評議会が置かれ、閣僚評議会議長が 首相にあたる。ただし、民主共和国の名とは裏腹に、議会はおよそ民主的とは言えない、選挙方法で選ばれたものであった。また、国政の実権は、他の社会主義国と同様支配政党である、SED の初期長が握っており、SED の中央委員会政治局が、実質的な政策決定機関であった。政党法ネッカーら SED 幹部と会談する。 衛生政党の党首たちドイツ民主共和国では5つの政党が存在し5つの政党で民主ブロックを形成していた。しかしドイツ社会主義統一党以外の政党は同党の指導を認めた上で存在する衛生政党で各党の党首が国家評議会副議長となるなどして体制内に取り込まれており複数政党制という建前を維持するための 飾り物的存在であった。ヘゲモニー政党制の典型例である。東西ドイツ統一後、上記の政党のうち SED は民主社会党と改名して存続し、キリスト教民主同盟、民主農民党は西側のキリスト教民主同盟へ合流、ドイツ自由民主党、国家民主党は西側の自由民主党へ合流している。選挙人民議会の選挙はあらかじめ決められた。 議席配分リストに対して賛成の場合はそのまま無記入で投票。反対の場合は反対の欄に印を書くというものであった。無記名投票ではあったが反対の時のみ投票ブースまで行って記入しなければいけなかったためすぐに誰が反対したのかわかるようになっていた。危険をすると地位を失ったり当局から嫌がらせを受けるため投票率は常に99%に近く。 投票所では上記のように事実上監視されていたため賛成率も99%以上であり実質的に信任投票でしかなかった。それでも危険率と反対率は都市部になるほど高くなった。これは都市部では投票の相互監視が比較的薄かったためである。1981年からは危険率、反対率は東ベルリンが最高であった。 人民議会における議席配分は常に一定され、個政党の他に国民戦線を構成する労働組合や職能団体などに配分されていた。当然社会主義統一党が最大勢力になるように配分されている。また自由ドイツ青年団は SED の下部組織であり、自由ドイツ労働総同盟などの諸団体も SED の影響下にあった。 民主化後の選挙1989年秋に大規模な民主化運動が発生し、フォーネッカー体制が崩壊すると、社会主義統一党は国家に対する支配性を放棄して、社会主義統一党、民主社会党と解消した。そして、1990年3月18日には、東ドイツ国家史上初、かつ最後となる自由選挙が実施された。 この際、西ドイツからの政治家の応援演説や資金提供が容認されたため、社会主義体制下の衛生政党からの脱却に成功したドイツキリスト教民主同盟やドイツ自由民主党の保守、中道政党は、西ドイツの同系党の政党から強い支援を受けた。また、1946年に社会主義統一党へと事実上強制吸収された東側の社会民主党が、 元党員も加わる形で東ドイツ社会民主党として再建され、1972年に東西ドイツ基本条約を締結して、東ドイツ国民から強く信頼されていたビリー・ブラント元首相などが西側から支援に駆けつけた。また民主化運動の中心勢力も同盟90など独自のグループを結成し、社会主義統一党、 民主社会党などとともに選挙に臨んだ。選挙の事前予想では、緩やかな国家統一を主張する社会民主党が優位だったが、首相でもある西ドイツのキリスト教民主同盟党首、ヘルムート・コールは、勢力的に東ドイツ全土を遊説し、東ドイツマルクから西ドイツマルクへの交換レートなどで、東ドイツ国民に配慮した公約を行った。これが成功して、 キリスト教民主同盟が社会民主党を抑えて第一党となり、西ドイツと同様に自由民主党の連立参加を受け、党首のロタール・デメジエールが首相に就任した。一方、社会主義統一党、民主社会党は大きく、議席を減らし、東ドイツに留まり、この国を民主化することを唱えた民主化勢力も伸び悩んだ。これにより、東ドイツは事実上独立国家としての存続を、 放棄し、西ドイツに主導権を預けた急進的なドイツ統一への道を進んだ。歴代国家元首、ビルヘルム・ピーク、1949年から1960年、バルター・ウルブリヒト、1960年から1973年、フリードリヒ・エーベルト、1973年、ビリー・シュトフ、1973年から1976年、エーリヒ・ホーネッカー。 1976年から1989年エゴン、クレンツ、1989年マンフレート・ゲルラッハ、1989年から1990年、ザビーネ・ベルクマン・ポール、1990年その他、建国記念日の軍事パレード、1988年10月7日、他の東ヨーロッパの社会主義国同様、ワルシャワ条約機構に属していた。 正規軍である国家人民軍の人数は約9万人で約26万人のドイツ中流ソ連軍の3分の1ほどに過ぎなかったが、棍棒で鍛えられたとも表現されるその連度の高さはワルシャワ条約機構軍1と言われ、同軍の武器庫、弾薬庫の鍵は反乱を恐れ必ず在独ソ連軍の将校が管理し、反乱に備え人民軍基地の周辺を取り囲むように、 数カ所の在独ソ連軍基地が置かれた。T-72 その他の同軍の兵器は、ソ連使用よりも武装や走行が大幅にスペックダウンされており、実際にソ連側にとっての反乱防止の意図があったと見られている。東ドイツは国土の約4分の1が在独ソ連軍の基地や演習場で、占められていた東ドイツ軍は、 約26万人の在独ソ連軍に支払う思いやり予算の重圧で自然崩壊したなどの言説は現在では西側マスコミによるプロパガンダだったというのが通説となっている国家人民軍の他の軍事組織としては国境警備隊と民兵組織である労働者階級戦闘団が存在したまた国家保安省やドイツ人民警察は 準軍事組織としての側面を持っていたほか民間防衛組織として民間防衛隊があった。1973年に西ドイツと同時に国際連合に加盟。なお東ドイツ政府は自身をナチス政権と戦ってきたドイツ国内の反ファシズム勢力によって樹立された政権と主張しており第二次世界大戦による ナチスドイツの侵略戦争やホロコーストの責任を負う立場にないとしていた。この主張はベルリンの壁崩壊まで続いた。西ドイツとの関係東ドイツ政府は建国当初は全ドイツを統一するという目標を持っており、東西が分断されたのは西の責任であると主張していた。そのために国有鉄道の名称もあえて戦前のドイツ国有鉄道の名称を継承し、 西に対抗する形で、ルフトハンザドイツ航空を設立したりしていた。また、東西お互いに相手を非難する、プロパガンダ放送を流し合っていた。しかし、1972年の東西、ドイツ基本条約の締結による、相互承認、翌年の東西ドイツの国連加盟によって、東ドイツが国際的に国家承認されると一転して、ドイツ民主共和国は、 社会主義的民族の国であって、資本主義的民族の国家である西とは別であるという主張で二国並立状態を正当化するようになった。このように政治的には西と対立し、分断国家の固定化を進めていたが、その一方で、ホーネッカー政権は経済面では西との交易を進めたほか、東ドイツ国民の消費生活を維持するために西ドイツから、 銀行保証付きの借款を受けていた。また、西ドイツがローマ条約締結時に東ドイツとの貿易は国内取引であり無関税、無課税であると主張したため実質的に欧州共同体の一員と同じ条件で貿易ができるという他の東側諸国に比べて恵まれた立場を享受することができた。東ドイツが他の社会主義国よりも 経済を発展させることができたのは、この側面も無視できない。日、東独関係日本は1972年に、東西ドイツ基本条約が成立し、東ドイツとの国交樹立への障壁が取り除かれたことから、翌1973年に、正式な国交を結んだ。1976年から1978年にかけて、 鹿島建設により東ベルリンの中心地に目を引くデザインの国際貿易センタービルが建設され日本の企業も多数入居し1981年に国家元首エイリッヒホーネッカー書記長が来日するなど友好的な関係にあった中日ドイツ民主共和国大使館は東京都港区赤坂7丁目5番16号にあった東西ドイツ再統一後は 旧西ドイツ大使館がそのままドイツ大使館になった。東ドイツにおける女性と家族政策に関する法律は1950年に決議された母子保護及び女性の権利に関する法律である。仕事と家族の両立は東ドイツの女性にとっては当たり前のことと考えられており重点的に助成されていた。1989年までに 約92%の女性が職業についており、西ドイツの女性よりも就職率は明らかに高かった。女性の社会進出を推し進めたのは男女同権という社会主義の考えを反映してものであったが、他方では国民が西側に大量に流出したことで労働力不足に陥ったものを補うためという側面もあった。もっとも管理職の地位についている女性の数は、 明らかに男性よりも少なかった。女性の職業参加を促進するために、例えば託児所、保育園の大規模な拡充が行われたり、家族を持つ学生に対する特別な教育や就学プランが作られたりした。家族政策という枠組みで、国家はまず第一に子供のいる夫婦に対して特殊なローンや優先的な住居の割り当てなどを行うことで促進した。 中絶問題に関しては、女性には1972年に導入された中絶法によって最初の12週間以内での中絶が許可されるようになった。しかしそれにもかかわらず、1973年から1980年の間に出生数は3分の1ほど増加した。就業による男女同権化は日常では多くの場合、仕事と家事、 家族という二つの重荷を背負わされることになった。従来通りの男性の仕事が単に伝統的な女性の役割に追加されただけだからである。1970年に行われた世論調査によると平均的な週の家事時間である47時間のうち女性が引き受けたのはそのうち37時間であり男性は6時間、その他が4時間であった。戦後の最高業家は 東西ドイツとも極めて強い環境破壊を引き起こした。その頂点を極めたのは、初めて環境政策が経済政策にとって重要であると考えられるようになった1970年代であったが、東ドイツでは環境政策は取られなかった。投資の柔軟性は欠如しており、すでに商品の生産も不十分であったため、迅速に環境保護を始めることは不可能であった。 さらに東ドイツ指導部は環境のために何かしたいと思っている積極的な市民たちを無視した。それでも1980年代には自転車クラブなどの環境保護運動が増大した。2009年の新しい研究では東ドイツの環境保護の状況は破滅的であったとされている。石炭資源が不足していたためたくさんの二酸化用を排出する活端を利用したことで ヨーロッパで最も高い粉塵汚染が生じた。大気汚染によって男性の気管支援、排気種、気管種全息の死亡率はヨーロッパ平均よりも2倍以上であった。およそ120万人の人々が生活に欠かせない飲料水にありつけなかった。1989年の時点で汚染されていない湖は1%、河川は3%であった。その時まで 下水処理場に排水できたのは全国民のうち58%だけであった。森林の52%が損害を受けているとみなされた。ゴミの40%以上が適切な方法では処理されなかった。危険ゴミに必要な高温焼却施設は存在していなかった。環境に関する情報は階級の敵が東ドイツの信用を落とすために利用するであろうという理由で、 1970年から機密情報となり、1980年代には極秘情報となり、一般には公開されなかった。環境政策への批判は容赦なく弾圧された。西側諸国、特に西ドイツからのゴミの輸入は、東ドイツにとって利益をもたらすものであり、西側の客にとっても経費節減となった。東ドイツのダンピング価格は、 西ドイツで普通に運営されているゴミ処理場でかかる費用と比較して10分の1程度であった。ゴミ処理代行ビジネスで獲得した外貨獲得には貿易調整部とシュタージが関与しており、その金額の一部はホーネッカーとミール家の口座にも振り込まれていたし、東幹部の居住区であるバンドリッツにも使われたと言われている。1980年代終わり頃にシュタージは 西ドイツだけでなく東ドイツの住民の間でも環境意識が高まっており、東ドイツのゴミ輸入に対する批判的な態度もあったと記録している。それに対して東ドイツで西ドイツのゴミを処理する際、西ドイツの環境基準は履行されていなかった。ある種の歴史の皮肉と見られているのは、これらのゴミ焼却場は1990年には、 ドイツ連邦共和国の責任となったということだ。東ドイツで生産されたトラバントやバルトブルクのような女王用車は旧式の2ストローク機関で動き青い排気ガスを出したが、それらは環境汚染を感じさせることになった。2ストローク機関の排気ガスは高い炭化水素を含んでいたため、はっきりと見ることも嗅ぐこともできるものであった。ただし酸性雨やスモックの原因となる。 窒素酸化物は、トラバントは、同時代の4ストローク期間に比べて、10分の1しか、排出しなかった。ケンク・ブンズ1947年から1952年の、宗教1990年以降の、宗教東ベルリン以外当初は5つの州が置かれた、連邦制で、旧西ドイツの連邦参議院にあたる、共和国参議院も存在したが、1952年、 以降は14の県に再編されて、共和国参議院は廃止され、中央集権化が進められた。1952年以降の各県、軍、市区町村には、地方議会とそこから選出される、地方評議会が置かれていたが、各地方議会の選挙も、人民議会の選挙同様に統一名簿への賛否を問うものでしかなく、国政の実験が、 ドイツ社会主義統一党中央委員会の政治局、初期局にあったのと同様、地方においても社会主義統一党の地区委員会が実権を有していた。1949年から1952年までの地方行政区画1952年から1990年7月までの地方行政区画1990年7月から1990年10月までの 地方行政区画統一を目前にした1990年7月23日に人民議会が採択した州再設置法によって州の復活が決定し以下の5州が復活した。この5州を新連邦州、新5州、東ドイツ5州という。名称は以前の州と同じだが、州会は微妙に異なる。この5州はドイツ基本法23条に基づいて、 ドイツ連邦共和国に加入した。東ベルリン東ベルリンは事実上の東ドイツ領だったが国際法的には連合国軍4カ国占領地ベルリンのソ連管理地域で厳密には東ドイツ領ではなかった。そのため県も州も置かれていなかった。ドイツ統一に伴い4カ国はベルリンの統治を終了しベルリンをドイツに返還した。東ベルリンは ドイツ基本法23条に基づいて西ベルリンを事実上統治していたベルリン州に編入された。常実のように東ドイツは東側の社会主義国の中では最も高い経済成長を達成していた。東ドイツはルール工業地帯を要する西ドイツに比べると経済基盤は弱く、しかもソ連が賠償と称して多くの工場の機材や施設を持ち去ってしまった。 状態からのスタートを余儀なくされながらも1960から70年代には3%程度の平均成長率を保ち、世界でも15位以内に入る工業国となり、一人当たりの国民所得では社会主義国で第一位となった。食料自給率も高く、1980年代には一人当たりの肉の消費量も東側陣営では最も多くなっていた。 1980年代までには冷蔵庫やテレビといった家電製品も普及していた。東ドイツは東欧社会主義国より有利な面もあった。一つ目はドイツは第二次世界大戦前に比較的工業化が進んでいたこと。二つ目は西ドイツとの関係でも述べているように、西ドイツとの貿易では特殊な地位にあったために、 実質的に EC 加盟国と同じ条件で西側と貿易できたこと。三つ目には西ドイツから多額の借款を受けることができたことである。また、ホーネッカー政権下の経済成長と消費者の満足を追求した政策は、環境の破壊と西側からの上記の対外債務による財政の破綻という結果を招き、ひいては1980年代末の東ドイツの 政治的破産を招く結果になった。ここでは東ドイツを5つの地域に分けて論じる。北部ロストックの港ロストック県シュベリーン県ノイブランデンブルク県といった北部は農業地域であった。またバルト海に面するロストック圏では水産業も盛んだった。工業部門では港湾都市ロストックで造船業が見られた。ロストックはソ連、 東欧に輸出するための最も重要な貿易港でもあった。また、シュベリーやノイブランデンブルクで金属加工、蛍光業が発展していた。中部マクデブルク県、ポツダム県、フランクフルト県、コトブス県でも農業が盛んであった。また、コトブス周辺は、活端の最大生産地域であり、同県のエネルギー産業は、 東ドイツのエネルギー生産の約4割を支えていた。その他、西ドイツ経済に追いつくシンボルモデル都市として、地方都市としては異例なほどの資本投入と、インフラ整備が行われたアイゼンヒュッテンシュタットの鉄鋼コンビナートやマクデブルクの機械製造工業などが発展していた。東ベルリン工業、通信、サービス業などが盛んであった。シーメンスやアイグを受け継いで、電気、 電子産業も発展した。南部1983年型 600cc、トラバント P601 リットルドレス電圏、カールマルクスイコールシュタット圏、ライプツィフ圏、ハレ圏といった南部は東ドイツにおける工業地域であった。ハレ圏では化学産業が盛んで東ドイツにおける生産全体の4割程度を支えた。カールマルクスイコールシュタット圏では 繊維産業が盛んで、東ドイツ全体の5割強を支えた。また、同県のツビッカウは、トラバントの生産で知られた。南西部エアフルト県、ゲーラ県、ズール県も東ドイツにおける工業地域であった。エアフルトトイエナにおける電子、工学産業や、アイゼナ派の自動車産業が発展した。人民公社、カール・ツァイスイエナ製プラネダリウム。 兵庫県明石市明石市立天文科学館、カール・ツイ・スイエナ・セイ・エフレクト・ゴン2.435で撮影東ドイツには様々な信仰団体があった。最も大きかったのはキリスト教である。1969年から政治的な理由でプロテスタントの8つの地方教会が東西ドイツの統一組織であったドイツ福音主義教会を離れ、 東ドイツ福音教会連盟に統合された。これらのプロテスタント教会の他には、カトリック教会があり、他にも東ドイツ福音主義自由協会連盟、ドイツ自由福音主義協会連盟、メソジスト福音主義協会、モラビア兄弟団、セブンスデーアドベンチスト協会、メノライト、クエーカーなどの自由協会も存在していた。ルター派自由協会、ルター派協会、 東ドイツ福音改革派協会などもあった。信仰の自由は東ドイツでは憲法で公的に保障されていた。しかし政府は教会の影響力を抑え、特に若者を宗教から遠ざけようとしていた。1953年に教会青年団の活動が犯罪となり、学校や大学で退学者や逮捕者を出した。 この措置は1953年6月には撤回されたものの信仰を公言したキリスト教徒は大学進学や国家のキャリアコースを歩む可能性が制限されることになった。このため国民の大部分は信仰を持たなかった。1949年の時点では全国民の92%が何らかのキリスト教会に属していたのに対し 1988年になると全国民の約40%となった。それ以外にもユダヤ教の教会があり、1980年代以降には散発的ではあるが、仏教やヒンドゥー教、イスラム教の信仰団体も存在していた。信仰を持つ人の数は著しく減少したものの、東ドイツの政治はキリスト教会の独自性を完全に妨げることはできなかった。 多くの人々は教会を半ばオープンな集会所であると思っており、全く信仰とは関係なく教会のスペースを利用する人もいた。彼らは東ドイツの転換と平和革命の担い手になった。音楽、演劇、スポーツなどでは西ドイツを大きくリードする目覚ましい成果が挙げられたという言説がある。一方で、ボルフビアマンのように、 反体制的とみなされた人物は西ドイツへ国外追放された。東西両ドイツともかつての伝統的文化を受け継いでいたが、西ドイツでは西欧やアメリカの影響を強く受け、国際的な文化が育まれた。対照的に東ドイツでは伝統的文化に対して保守的でソ連型の社会主義的思想がすり込まれていった。しかし東ドイツの多くの地域で、 西ドイツのテレビやラジオの放送が受信できたこともあり、東ドイツの若者の多くは西側、特にアメリカに憧れを抱いていた。東西再統一後、旧西ドイツ国民にとっては生活環境にほとんど変化はなかったが、旧東ドイツ国民にとってはそれまでの日常のスタイル、文化が一掃されて様変わりした。そのため、再統一後は、 オスタルギーという東ドイツの文化を懐かしむ風潮も生まれた。ナチスト政権に抵抗した文学者たちの中で、アンナ・ゼーガース、アルノルト・ツバエクや、ベルトルト・ブレヒトは東ドイツで活動を続けた。また、クリスタ・ボルフは、引き裂かれた空で、ベルリンの壁のできる、前後の時代の東ドイツの生活を描いた。音楽では、ドレスデン国立科劇場館弦楽団、 ライプツィヒゲワントハウス管弦楽団、ベルリン国立歌劇場などの伝統あるオーケストラやオペラハウスが活動し、フランツコンビチュニー、クルトザンデルリング、オトマールスウィートナー、ヘルベルトケーゲル、クルトマズは、ペーターシュライヤーといった指揮者や演奏家が活躍していた。国際化されない、比較的伝統的なドイツ風のサウンドが保存され、オーストリア人のスウィートナーのほか、 同じく、カール・ウェーム、西ドイツ人のルドルフ・ケンペラもしばしば式台に立った。なお、クラウステンシテットは東ドイツでの活動に疑問を感じ、1971年に西側に亡命している。作曲家では、ナチス党政権時代にアメリカに亡命していたハンス・アイスラーやパウル・デッサウが戦後に帰国し、楽団の中心的存在として活動した。音楽のジャンルでは、ロックは、 他の東欧各国と同様に西側諸国の大敗の象徴として原則禁止の制作が取られていた。しかしながらダンス音楽としての名目で軽音楽は認可されており、カラット、スターンコンボマイソン、エレクトラなどのロックバンドが活動し、国営レーベルアミーガからレコードも出版されていた。ハンガリーのオメガなどのロックバンドも東ドイツでコンサートを開催し、 東ドイツでもその名は知られていた。東ドイツにおける第一ドイツテレビの視聴家の地域、黒い部分が受信不の地域で無知者の谷と呼ばれた。赤い四角は西ドイツ側の電波送信所東ドイツでも日常的にマスメディアが浸透していた。1980年代半ばには大抵の家庭がラジオとテレビを持っており、郵便ポストには 毎日一つか二つの新聞が入っていた。新聞は情報手段ではあったものの、SED や大衆組織の管理下にあり、プロパガンダ装置でもあった。検閲は公式上は禁止されていることになっていたが、実際には直接的な検閲があり、また著者に自己検閲をさせるような微妙な検閲も行われた。新聞としては最有力士である、 社会主義統一党機関誌、ノイエスドイチュラントをはじめ、いくつかの日刊誌が存在した。また、ジビレなどの女性ファッション誌なども発行されていた。ジビレはハンガリーなどでも読まれる、社会主義諸国の最先端ファッション雑誌であった。放送局としては、東ドイツ国営放送が2つのチャンネルを使って、テレビ放送を行っていた。ラジオ放送は、ラジオ DDR、DDR の声。 ベルリン放送、ラジオベルリンインターナショナルの4つの放送局があった。大半の地域では、西ドイツのテレビ放送がスピルオーバーしていたため、多くの東ドイツ国民は、当局の監視から隠れて、西側の放送を見ていた。ライプツヒの中央青少年研究所によれば、1976年から88年までの、 間に毎日西ドイツのテレビだけを見る若者の数は14%から56%にまで増加している。ザクセン地方など一部では西ドイツの電波が届かなかったが、ドレスデン市民の中には西ドイツのテレビを見るために様々な団体の協力を受けて衛星放送の受信装置を設置したものまでいた。レバントハウス他のソ連型社会主義国と同様に、 国家の威信をかけた選手の強化策が取られ、いわゆるステートアマチュア選手によって陸上競技や水泳競技などはオリンピックで多くのメダルを獲得し、特に1970年代後半から1980年代にかけてはアメリカを抑えて世界第2位の金メダル大国となった。ただし、その陰には、 人権も人格も無視した選手育成とステロイドをその中心に用いた組織的なドーピングが存在し、シュタージによるスポーツ関係者の監視や協力要因化が行われた。統一後にこれらの問題が紛失し、競技水準の低下が起こった。メルカス RS1000、ありがとうございます。